こんにちは、グリーの筒井です。本日はピンクカラーのおカバをご紹介させていただきます。淡いお色味から鮮やかなものまで幅広いお色味があるエルメスのピンクカラーは定番色の一つでもございます。本日はローズコンフェッティとローズアザレ、どちらもおカバンでも小物類でも大変人気なお二つのカラーでございます。ご紹介いたしますので、ぜひご覧くださいませ。まずはじめに、こちら少し淡いピンク色に見えるお色味、ローズコンフェッティをご紹介いたします。ローズコンフェッティ、コンフェッティと紙吹雪という意味もある言葉でございまして、パレードや結婚式の華やかなシーンを印象付ける鮮やかなお色味として人気でございます。じゃあ今回ご紹介いたしますこちらのバーキンとコンスタンスのミニサイズでございますが、じゃあお二つとも素材は同じです。エプソンのご素材でございまして、ただ同じお色味と同じご素材を用いておりましても、お形がコンスタンスのように丸い面で光を帯びている形と、バーキンのように直線的な部分が多いおカバンで受けている場合、多少印象にやはり差がありますので、ぜひそういった面も参考にしてみてください。じゃあ鮮やかな淡いお色味で女性らしく人気なものでございますが、コンスタンス横から見た際のこういったくぼみ等ですね、バッキンもございますが、こういったところに入る陰影の部分でもお色味の表情というものを大変楽しんでいただけます。じゃあ淡いお色味ですので、同じくパステルカラーや白を基調としたトレンド色のお洋服との相性が大変いいお色味です。比較的広い年齢の方からピンクカラー人気があるお色味ですので、こちらのローズコンフェッティシルバー金具のお二つでございます。甘すぎずつけられるという点も大変魅力的ですので、ぜひご参考にしてください。はい、では続きましてはこちらのお色味ローズアザレをご紹介いたします。じゃあ今回の2つのバーキンとコンスタンスはご素材が違ってまいります。手前のバーキンの25、ご素材はスイフトになっておりまして、大変しっとりと吸い付くような感触を楽しんでいただける、ツヤ感は抑えられたご素材です。発色がすごく綺麗に出ることで人気のご素材でもありますので、ローズアザレ本来の綺麗なピンクカラーを楽しみたいお客様は大変おすすめな組み合わせです。じゃあ奥側のコンスタンスに関しましては、エバーカラーのご素材になっておりまして、スイフトと比べますとしっかりとした素材感、張り感を感じながらに光沢感も出てくるご素材です。なので同じお色味であってもパッと見の色の印象というところが全く違いますので、ぜひ素材と色の組み合わせで同じ色でも見え方が違うという点ご参考にしていただければと存じます。じゃあ同じように横から見ていただいた際の陰影で楽しんでいただくお色味という部分も、素材感にこれだけ差がある2つになりますと全く違う表情を見せてきます。ローズアザレのお色味になりますと、先にご紹介をさせていただきましたローズコンフェッティと比べると鮮やかな発色が綺麗に出ている少し濃いめのピンクというような印象になるかと思います。そのため濃いピンクチョイスしていただけますと、淡いパステルカラーのお洋服だけでなく、同じくダークトーンの濃いお洋服との相性というのもぐんと上がってきますので、コーディネートの幅はさらに広がってまいります。ぜひ自分好みのピンクを探す機会にこちらご参考にしてみてください。はい、では最後に私の身長を使って着用のイメージ、サイズ感やお色味のバランスを見ていただければと思います。私の身長が165センチでございます。一番最初にご紹介させていただきますのはローズコンフェッティのバーキンの30、こちらのサイズ感で見ていただきますローズコンフェッティのお色味、パステルの優しいピンクカラー、どのように見えておりますでしょうか。ぜひご参考にしてみてください。はい、では続きましてはローズアザレのお色味のバーキンの25でございます。こちらのお色味になりまして、スイフトでローズアザレの発色、どのように見えておりますでしょうか。鮮やかな発色の良さ、ローズアザレならではのピンクカラーの強さ、見ていただけるかと思います。ぜひご参考にしてみてください。はい、では続きましてローズコンフェッティカラーのエプソン素材のコンスタンスのミニになります。こちらのミニになりますと、持っていただいたサイズ感が大変可愛らしくありますので、ローズコンフェッティの優しい淡いピンクカラー、大変合っている組み合わせです。動きが入ることでも
紙吹雪のように表情を変えるローズコンフェッティのニュアンス的なピンクカラーお楽しみいただけます。ぜひご参考にしてみてください。はい、では最後にはこちらのローズアザレのエバーカラー素材のコンスタンス、ちゃんのサイズになりますと皆さんがよく見ているコンスタンスのサイズ感になりますが、エバーカラーの光沢のあるご素材とコンスタンスの可愛らしいフォルム、ローズアザレの鮮やかな発色という3コンボ大変楽しんでいただけるかと思います。コンスタンスは持ち手の長さでも表情を変えるおカバンでありますので、ぜひコーディネートに合わせた使い方という点でお客様ならではの楽しみ方を見つけていただければと思います。ぜひご参考にしてください。では本日ご紹介させていただきましたものはすべて当店ブリエホームページからご覧いただくことができますので、ぜひ皆様当店ブリエのホームページにてご検索くださいませ。また当店では60回まで無金利のショッピングローンでのお買い物はもちろん、さまざまなご掲載方法にご対応しておりますので、ご安心して お買い物を楽しみくださいませ。では皆様、新宿駅から徒歩5分にございます当店ブリエ店頭にてお待ちしております。